カール3世、カール3世は中世西欧のローマ皇帝、並びに東フランク王国の国王、後に西フランク王国国王を兼ねる。西フランク王としてはシャルルヒマン王と呼ばれる。一生はヒマン王とその王公で、出身が右はくベルフの娘ヘンマの息子。分裂していたフランク王国を一時的に統一したが、統合を維持することはできなかった。 876年、ルートビヒ2世の死去を受け、カール3世は、兄のカールマンルートビヒ3世と共に、父の医療を分割し、アルマニアを継承した。879年にカールマンから、イタリア王位の上位を受け、881年2月21日には、ローマで皇帝カール2世の後を継いで、教皇ヨハネス8世より皇帝として退官した。 882年には死去した、ルートビヒ三世の医療を相続し、東フランク全土を手中に収めた。さらに884年、西フランク王、カルロマンが死去、西フランクの政治を担っていた、ジュミエージュ修道院長ゴズランから、西フランクを委ねられ、西フランク王として即位した。これにより、カール三世は、フランク王国の統一を達成した。 カール三世紀の権威の上昇には、西ヨーロッパ全体の復興の可能性があった。しかし彼は優柔不断でその才能も、熱心さもなく、病を患っていた。サラ先人ンンの侵入に対して、イタリア遠征を繰り返したものの失敗に終わり、886年には、パリに侵攻してきたバイキングに対して、サンス地方への進出の許可及び700リーブルの、 支払いを約束し、講和を結んだ。さらに、諸子のベルンハルと、ついで、プロバンス王母ソのコレイ三世を、後継者にしようとして失敗した。これによって、カール三世はますます弱腰で無能であると、みなされるようになり、887年11月には、老いのアルグルフがドイツを拠点に反乱を起こすに至った。しかし、カール三世は、内輪園に逃れただけで、 何の策も打てず、トリブールの帝国議会において退位し、2ヶ月後の888年1月13日に死去した。彼の没後、アルグルフが東フランクとロタリンギアを、バイキングとの戦いに功があったパリハクウードが西、フランクを、ルートビヒ一世の孫のフリウリコをベレンガリオ一世が、イタリアを、ルドルフ一世がウェブルグントを、ルイ三世がプロバンスをそれぞれ継承した。そして、 これよりあと、フランク王国が、見たび統一されることはなかった。また、891年には、ド動家のスポレート公グイードが皇帝として退官した。シュバーベンのハクエルハンガーの娘と見られるリハルディスと、結婚したが、着手は得られなかった。以下の諸子がいる。ありがとうございます。